今日は耳を澄ませば森の中で音を捕まえてと題し、日本を代表する現代音楽の作曲家武満徹さんと、20世紀を代表する現代音楽の作曲家武満徹。豊かな森の中で響き合う音を手繰り寄せて、新たな曲の世界を切り開きました。その命っていうか、生きてるものとか自然とかですね、全てそれを聞くってことが大事なんですね。詩人草野心平、作曲家武満徹。森の詩島で耳を澄ませ、命の響き合いを描いた二人が残したメッセージです。1967年、一人の日本人作曲家の音楽が世界を震撼させました。ノベンバーステップスと題されたその曲は、音楽史に新しい1ページを開きました。作曲家武満徹、音に対する斬新な発想で時代の最前衛を走り続けました。15歳で終戦を迎え、音楽家を夢見た武満は、戦後の混乱期、米軍基地のピアノのあるバーで働きながら独学で作曲を学びました。ピアノを叩きながら作曲の基礎を学んだ武満、しかし次第に西洋的な音の使い方に疑問を抱き始めます。西洋の楽器っていうのは、なるべく音が出しやすい、誰でもまあ出せると、で音はどん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 純粋化していって、一つの音にあんまり意味がないと、それだから人がそれを使って言う時にやりやすいっていう風になってきてるわけでしょ。音なんてね、一つとして同じ音なんて本当はないはずなんですよ。で僕はやっぱりその音楽をやってて一番困るなと思うのは、まあ全部12なら12の音階名で全部が できちゃうでしょ、うんうんうん、ところがね、そんなに純粋なもんじゃないんですよね、音っていうのはもっと複雑でさ、はい、もうそれで人に同じフルートの音だって、フルートのどの一点どの音とかって今吹いたって、人が違う人が吹けば全然違う音に聞こえるはずなんです、うん、それを全部同じ名前で呼ぶっていうのはね、うんうん、不思議だなっていうね、うん、ことは僕もとても強く感じまして、音楽始めた頃西洋音楽に対する疑問は武満を実験的な音楽へと駆り立てました。武満の新たな音への興味は楽器以外のものにも向けられました。水滴の音を録音し加工して作られた水の曲、
まだ電子音楽という言葉すらない時代でした。楽器や人の声だけが音楽ではない。自然の音や雑音も音楽になる。現代音楽のトップランナーとして走り始めた武満の言葉です。1967年前衛音楽の旗手として頭角を現していた彼に白羽の矢が立ちます。ニューヨークフィルが125周年記念の音楽を作曲するよう依頼してきたのです。当時国際的には無名だった武満にとってそれは異例の大抜擢でした。新たな挑戦を前に武満は深い森の奥に創作活動の拠点を移します。しかし今日は空が高いよね。森は彼にとって刺激的な空間でした。随分深い森だな、これは。お、もうあった。すごい。綺麗だけど。これは食べられますけど美味しくない。これはだいたい一年中生えてるキノコなんだ。ここでね、鳥作曲してるでしょ。するとね、夕方ってすっごく鳥が上手に歌うでしょ。するとね、もうなんかね、作曲するの嫌になっちゃうんだよね。フルートの曲なんて書いてるとさ、あれなんかよっぽどいいと思うじゃない。でも実際そうなんだよね。俺は泣いてるけど、はい、綺麗には泣けないんだよね。恥ずかしくなる。こうピアノ弾いたりしてると恥ずかしくなるってことがあるでしょ。今でもこの周りで風が吹いてて、いろんなあのこれだけの木の中を通ってからいろんな音がしてますよね。鳥が鳴いたり。でもそういうたくさんの音はね、決してお互いをその損なうようなことがないわけね。存在しててお互いに助け合って音を聞かせてるわけですね。でそういうような、なんて言うんだろう、音楽を僕は書きたいと思ってるわけですよ。ニューヨークで初演することが決まっていた新しい音楽ノベンバーステップスには、日本の伝統楽器琵琶と尺八を用いることを決めていました。西洋楽器からなるオーケストラに日本の音をどう組み合わせるのか、試行錯誤が続きました。67年から僕がこっち来てますから、
でたまたまその時書いてた曲がノベンバーステップスという曲で、日本のビアっていう楽器と尺八とオーケストラ、西洋のオーケストラを使った曲で、でその時にねとってもその何この自分のいる環境からね本当に影響を受けたんですね。つまりことにそのオーケストラをどういうふうに扱っていいかっていうのを分かんなかったんですよ。したらここにいたら農家の有線放送っていうのがあるんですね。風が吹いて木の音やなんか聞こえてくると、そのね有線放送が山にねこだまするわけ。でそれはたまたまその農家の人がまあ畑に出てる時に何さんどこに電話かかってるよとかって言ったり、そのねその前にねオルゴールかなんかでねチャイコフスキーの白鳥の湖かなんかをかけんのよ。そのオルゴールが壊れててね、変な不思議な壊れたオルゴールで白鳥の湖やって、それが終わると何さん電話が入ってるよとかって言うと、しばらく超えて何さん電話が入ってるよ順次に聞こえるわけ。これでねそれがねとっても自然に行くんですよ。聞いてて面白かったの。これで僕はオーケストラをね、あまるでああいうふうにオーケストラ全部使おうと思ってね、西洋の楽器をまるで農家の有線放送みたいに扱って田んぼの中をずっと風が渡るように書いたんです。でそれはとてもうまくいったと思いましたね。その混ぜるっていうんじゃなくて、そういう環境を自然環境のようにオーケストラを使ってそこに日本の楽器を持ってきた。するってことはね誰でもできるだろうと思うんですよ。である程度のことならば作曲するってことはそんなに難しくないし、けれどでも作曲家はね作曲をするんじゃなくてまず一番最初の聴衆じゃなきゃいけないだろうと、それはまあ僕自身に言ってるわけだけど、作曲家は最初の聴衆、つまり作曲家にとって一番大事なのは聞くってことだと思うんですよ。ところが意外とその聞くってことは難しいんですよね。虚心に聞くっていうのはね本当に難しいんですよ。である程度までその作曲をこう専門にしてきて、音楽を専門にして専門技術が身についたり、いろんな音楽的な知識や素養が身についてくると、聞くときにねいつも必ずそれがどっかにあるんですよ。僕なんかでもまあ本当に専門家になって悲しいけれども、ベートーベンなんか聞いて、ああ実に作曲がうまいな、あの楽器の使い方は素晴らしい、
でもこれは聞くってことじゃないんですよね。聞くっていうのはもっと違うことで、だから本当に何かを聞く、つまり音楽を聞くだけじゃないんですよ。その母が全モードみたいで嫌だけれども、その命っていうか生きてるものとかですか、自然とかですね、全てそれを聞くってことが大事なんですよね。世界の竹光を生んだノベンバーステップスから四半世紀、1994年、竹光は新たな曲を完成させます。昔昔私がいた、すっぱだかで目をキョロキョロさせていた。詩と音楽のコラボレーション、それは竹光にとって新たな作曲スタイルへの挑戦でした。音楽詩と名付けられた新しい作品は、長年の親友であった詩人谷川俊太郎との共同で生まれました。お腹にあるおへそが不思議で、いつも指で触りながら眠った。では蛇の雨が降り、私は生まれたり死んだりした。昔どこかに私がいた。今ここに私はいる。まあ、僕は結局音楽で常にこの作品だけじゃないけれども描きたいことといえば、やっぱりなんか人間の生きることへの愛とか、それからそういう希望とか祈りのようなもの、僕は別にその特別な宗教を持ってるわけでもなんでもないけれど、でも何て言うんでしょう、大きなそのまあ神様ってものを僕は別に信じているわけじゃないけれど、でもそのいろいろな私たちのこうその命っていうのが、いろんな自然とかいろんなものと深く密接に関わってて、でそこでやっぱりなんていうんでしょう、大きな、まあそれを神と言ってもいいかもしれないけど、なんか存在っていうかね、そういう、まあそうですね、結局愛。このままずっと歩いていくとどこに出るのだろう。知らないうちに私はおばあちゃんになるのかしら。今日のことも忘れてしまってお茶を飲んでいるのかしら。ここよりももっと遠いところで。その時一人でいいから好きな人がいるといいな。その人はもう死んでてもいいから、
どうしても忘れられない思い出があるといいな。どこからか海の匂いがしてくる。でも私はきっと海よりももっと遠くへ行ける。曲が完成し、初めての演奏会を目前にして、竹光は病に倒れてしまいます。その後、死の2ヶ月前まで、がんに侵された体で、新たな曲作りに取り組み続けました。晩年、竹光は、私たちの耳は聞こえているかと題したエッセイを残しています。私は作曲という仕事を無から有を形作るというよりは、むしろすでに世界に偏在する歌や声にならないつぶやきを聞き出す行為なのではないかと考えている。だがそのためには私の耳は今よりもっとしなやかで柔軟でなければならない。